肝人帳、肝人帳は、宵の私での出来事を基軸にした脳の演目。あたけをもとに作られた歌舞伎の演目。歌舞伎十八番の一つで、松はめものの先駆けとなった作品である。原型は、初代、市川團十郎が、元禄十五年、1 7百2年2月初演の、星合十二段に取り入れたのが最初。これを五代目、市川海老蔵、七代目團十郎が、 脳の様式を取り入れ、天保十一年、1840年3月に、江戸の河原崎座で初演された。配役は、海老蔵の弁慶、八代目、市川團十郎の義経、二代目、市川久蔵、後の六代目、團蔵の溶か左衛門。作詞は三代目、並木五平、作曲は四代目、木根屋六三郎だった。ただ、この上演では、 トカ氏の晩卒が時代物の軍病姿であり、弁慶の水衣も坊島であるなど、公開されている西家、源義経と武蔵坊弁慶と、ふさえもんのお、参照。今日の舞台とは、いろいろな違いがあった。今日見られる方は、明治時代、九代目、市川團十郎により完成されたもので、これ以降、晩卒は、狂言風の衣装に、弁慶の水衣も黒地に、 近視の凡事をあしらった者へと改められた。かつては、市川宗家、團十郎屋のお家芸として、他家の役者が勝手に上演できなかった。しかし、九代目、團十郎の没後、宗家に有力な後継者がいなかった事情もあって、他の役者が弁慶を演じるようになっていく。以後、肝心調は、弁慶、吉常、溶かしの三役を、歴代の看板役者が生涯に一度は、 演じるという、歌舞伎の代表作の一つとなった。特に、昭和初期の七代目、松本光志郎の弁慶、六代目、小野駅菊五郎の義経、十五代目、市村宇左衛門の溶かしは、近来の白美とされ、1943年、昭和18年歌舞伎座で上演された舞台は映画にも、記録された。源頼朝の怒りを買った、源義爪一行が、北陸を通って、 欧州へ逃げる、西の加賀国の、畑の関、石川県小松市での物語。吉経一行は、武蔵坊弁慶を先頭に、山伏の姿で通り抜けようとする。たどり着いた席で、弁慶は消失した東大寺再建のための肝心を行っているという。しかし、関森の徳かし佐門の下にはすでに、吉経一行が、山伏姿であるという情報が届いており、 山伏は、通行まかりならぬと言命する。これに憤慨した弁慶は、仲間と、とかし長伏の呪文を唱え、疑いを晴らそうとする、のっと。感心したとかしは、先の弁慶の言葉を思い出し、肝心帳を読んでみるよう命じる。弁慶は、たまたま持っていた巻物を肝心帳であるかのように、装い、朗々と読み上げる、肝心帳を読み上げ、なおも疑うとかしは、 山伏の心得や秘密の呪文について、問い出、ただすが、弁慶は、よどみなく答える、山伏問答を。トカ氏は、通行を許すが、部下の一人が協力、合力、義経に疑いをかけた。弁慶は、主君の義経を混合杖で叩き、その疑いを晴らす。初期の演出では、徳カ氏は見事に欺かれた、凡庸な男として描かれていたという。後になり、 弁慶の嘘を見破りながらその心情を思い騙された、ふりをする交換、として演じられるようになった。危機を脱出した義経は、弁慶の起点を褒めるが、弁慶はいかに主君の命を助けるためとはいえ無礼を、働いたことを涙ながらに詫びる。それに対して義経は優しく弁慶の手を取り、共に、平家を追った戦の物語に思いを馳せる。そこへ、とかしが現れ、 先の比例をわびて酒を進める。それに応じて、弁慶は酒を飲み、舞を披露する、延年の舞。舞いながら、義経らを逃がした弁慶は、急を背負って、トカシに目霊へ。主君の後を急ぎ追いかける、飛び六方。二部構成で、前半部は、義経主従を救う弁慶とそれをいぶかしむトカシとの、セリフ劇で、主に俳優の力あるセリフ回しや腹芸となる。 後半部は危機を脱した後、義経と弁慶との絆を見せる情感あふれる場面と矢の合戦を追走する優壮な舞い、そして酒を飲む弁慶と伴卒のユーモラスな絡み合いを経て、延々の舞い、マック街の飛び六方で華やかに終わる舞踊劇となる。読み上げと山伏問答における雄弁術。義経の正体が見破られそうになる、戦慄感。 弁慶の姿に心を打たれて、通過を許すとかしの情。義経と弁慶寿々の絆の深さの感動。延年の前の高知さと、飛び六方の豪快さ。漢人帳は見どころが多く、観客を飽きさせない。それが常に、最も人気が高い、イコール上演回数が多い演目の一つとなっている、ゆえんである。その上演頻度の高さから、あたけの席をもじって、またかの席、 あるいは必ず観客が入るため、聞き目ある、役刀ちなみ、独人誘とも呼ばれている。なお、歌舞伎では元来、金本、中心蔵を指して、独人誘と呼んでおり、現在でも、そのように呼ばれることも併記しておく。音楽的にも優れ、長唄の代表的作品で単独でも演奏される。特に吉経が弁慶に謝意を示す、方眼を手を取りたまいの件は、前編中の聞きどころで、 歌うのでなく、語る生で出との区伝が伝わる。巨大な松の木をあしらった背景を前に、舞台正面の雛な壇に、長唄と林方が揃いの上下で並ぶのは壮観で、近所花を据えるのを思うがある。この、長唄連中に関しては、アメリカ公演の際に、オーケストラがオペラやミュージカルのように舞台下にあるという、先入観から、ミスター・トガシの大勢のボディガードは、楽器も演奏するのすか。 と間違われたことがある。美しい見栄が多数見られるのも、この作品の見どころである。登場順に、天地人の見栄、不動の見栄、玄度組栄、石投げの見栄、そして、幕切れ引っ込みの、扉っぽうに望んでの徳、打ち上げの見栄と呼ばれることもある。いずれも弁慶がする見栄だが、唯一、天地人の見栄は、弁慶、吉経、溶かしの三味役による見栄である。また、 役者が見栄をするときには、普通付け打ちの効果音が入るが、古代目エビゾーは脳を意識して、初演の際には付けを一切打たせなかった。この演出が定着して、肝心町では今日でもそれが受け継がれ、弁慶の戦語りで、スマーカシの剣において、石を投げたような方で決まる、石投げの見栄、及び、飛びぽ方に望んでの見栄を例外として、その他の見栄は付けなしでこれを行う。 ただし、天地人の見えに関しては、トカシの気配に気づいた弁慶が、一足踏む音が、つけのような効果音ともなっている。義経と知りつつ、弁慶の胸中を察したトカシは、涙を隠す思い入れで目をつぶり顔を上げて、一旦退場する。この演出は、八代目市川團十郎が弁慶を務めた際、トカシで舞台を共にした四代目市川将。 段次が編み出したと言われている。明治期の九代目、市川段十郎、五代目、小野菊五郎、初代市川左段次、いわゆる段菊左による、肝心調は、歴史に残る名演であった。九代目、段十郎の弁慶に対する溶かし役はまず二代目、沢村突昌時代の六代目、沢村総十郎、死後追増、ついで初代左段次が演じていた。 サダンジの朗々たるセリフ回しとその骨太な芸風は、ダンジュロの写実的な演技と、見事な調和を見せて評価が高く、東大随一の演目として1887年、明治20年の天覧歌舞伎で四代目、中村福助、あとの五代目村歌右衛門の義経を加えて、演じられたほどであった。やがて、サダンジは、明治座の経営に重点を置くようになり、 団十郎との共演も減っていった。その後、1899年、明治32年4月の歌舞伎座にて、団十郎は、それまで吉経が持ち役であった五代目菊五郎を、徳か氏役に選んだ。これには、賛否両論があったが、菊五郎は、自信満々に、市川菊五郎の証婚で演じてみせます。と述べて、弁慶の心根を思いやる、心理描写を強調した演出を行い、 サダンの、優のトカシに対する、サトシのトカシとして、評価を得た。この時の上演について、ダンジューロは、今度のようなトカシに出会ったのは初めてで、本当に心地よく毎日舞台を務めています。と最大級の賛辞を送っている。ちなみに、ダンジューロの弁慶は、これが、一世一代、生涯最後の上演であり、五代目のトカシも、また、これ一度きりであった。 なお、左段寺の徳氏は、長男の二代目、市川左段寺に受け継がれるが、二代目没後は、途絶えてしまう。一方、菊五郎の徳かは、その後、十五代目、市村うざえもんや、広大の他の役者に受け継がれ、今日では、徳かの一般的な方となっている。弁慶の役は、段十郎の没後、皇帝の初代、市川猿之助、後の二代目。 一川段四郎と七代目、松本孝四郎、死の没後当時は八代目、一川駒蔵にいち早く受け継がれた。このうち、猿之助は若い時に、無断で、弁慶を演じて、師匠の段十郎から破門された経緯があった。後に許されて門下に復帰。兄弟子ということもありまず猿之助、ついで、駒蔵、孝四郎が演ずることとなった。猿之助と孝四郎の弁慶には、 様々な違いがあった。例えば、爪寄りの場面では、円之助は上体を前傾にして、金剛杖は右手を上に、左手を下にして持つ、和線療養の意味がある姿勢。対して甲子郎はやや反り身になって、杖は両手ともに、下から持つ姿勢だった。延年の前でも円之助は、歌舞伎味が、甲子郎は、脳の色合いが、より濃かった。さらに甲子郎は、 ノットから、トカシの再登場までの間は、水衣の袖を託し上げ、その前後では下げる演じ方を見せた。また、飛び六方で一歩踏み出した際に、トカシを気にかけて、舞台を振り向くも、甲子郎以来のものである。縁之助、及び同時代の他の役者は、終始袖を上げた姿で、六方では振り向かない演技であった。水衣の袖に関しては、公開されている七代目甲子郎。 二代目、猿之助画像も参照されたい。こうした違いはあれど、七代目光四郎はその後も、弁慶を演じ続け、上演回数は1946年、昭和21年までに、約1600回に及び、死、團十郎の後で、第一の弁慶役者と称えられた。その演技の凄さは、辛口の劇表で知られた丘鬼太郎をして、光四郎は、柄で演じる。 風貌音声の堂々たる、まず東大での随一。誰が何の剣で立ち向きは、うと、この近城鉄壁には、矢も立たぬ。などと絶賛され、記録映画に残されているが、作家の橋本治は映画を見て、これはまさしく格闘技だ。と感じたという。初代、猿之助の弁慶は、長男の二代目、市川猿之助。初代、円王に受け継がれる一方、四代目、 河原崎長十郎を通じ劇団全身座にも継承された。一方の七代目、甲子郎の弁慶は、その長男十一代目、市川段十郎、次男八代目、松本甲子郎、初代白王、三男二代目、小野江六の三兄弟に受け継がれたほか、さらに孫や、後代の多くの俳優に伝承され、今日では一般的な方となった。特に百六十五年、 昭和四十年の七代目孔志郎を二十七回期、公演、三月に歌舞伎座、四月に大阪新歌舞伎座にて、上演では、先日の團十郎、孔志郎、小六の三兄弟が日替わりで、弁慶、徳かしを演じ、大きな話題となった。十五代目、宇左衛門の徳かしは、明晰な功績と、殺走たる容姿もあり、七代目、孔志郎の弁慶とは、 キ菊以降最高の組み合わせと攻撃下の評価が高かった。戦後間もなく、日比谷劇場で映画が公開されたが、うざえもんが没した直後もあって、多くの観客が詰めかけ、とかしが出ると、お久しぶり、の声がかかった。水衣の袖に関しては、弁慶のみならず、義経にも違いがある。今日では、袖の長い姿の義経が多く見受けられるが、これは六代目。 尾上菊五郎以来のものである。他方、例えば五代目歌右衛門は袖なしの姿であり、こちらは歌えも家の光栄、またその影響を受けた役者に受け継がれている。歌舞伎十八番の代表的演目として、市川宗家は肝心調には強いこだわりを持っている。先に挙げたように、明治には初代猿之助が無断で、弁慶を演じて破門されたほか、女役者の初代、 市川久米八も同様に無断上演にて破門されている後に両者共に門下に復帰。また1964年昭和39年1月の日清劇場で竹地哲二演出による能楽形式で演じられた時は11代目段十郎による抗議が起こった。この竹地演出の舞台では8代目市川雷蔵が溶かしを演じたがこれは映画転身後に 雷蔵が出演した唯一の歌舞伎の舞台であった。1955年、昭和30年、二代目、市川猿之助、初代、猿王が放中して、弁慶を演じた。花道を飛び六方で退場した後、客席は感動のあまり興奮して拍手が鳴り止まず、少女たちが花籠を下げて舞台に上がり、カーテンコールを行った。その嬉しさに、猿之助は、 もう一度飛び六方で退場したいと思った。と述べている。こうした数多くのエピソード、また名優たちの演技、方が生まれ受け継がれていることも、この作品の人気の高さを物語っていると言えよう。肝心蝶と同じ主題の脚本では、天明年間に、初代、桜田ジェが書いた、おおらかで古風な味わいのある、古説肝心蝶と、大正年間に、 近代的解釈を施した畑の席が有名。前者は弁慶が万卒の首を大きな損に放り込んで芋洗いのように棒でかき回す幕切れから俗に芋洗い肝心調と呼ばれている。1968年昭和43年1月国立劇場で李倉光一歩綴り二代目尾上小野松六の弁慶で復活上演された。後者は 舞踊が苦手だった七代目、市川中車のために書き下ろされたものである。対戦末期の1945年、昭和20年に制作された、黒沢明監督の映画、虎の尾を踏む、男たちは、肝心蝶をミュージカル仕立てのパロディとしたもので、大河内伝次郎の重厚な弁慶と、榎本健一の軽妙脱な協力の組み合わせに、加えて、歌舞伎を意識した演技が名高い。 また1954年の斉藤とラジロー監督の映画、浮かれ狐千本桜は、歌舞伎の吉爪千本桜を下敷きにした喜劇映画だが、山場は漢人調をもとにした畑の席のシーンである。弁慶が読み上げで持ち合わせの巻物を朗々と読み上げる場面の連想から、あたかも原稿を読んでいるようで実は、即興で物を言っている様を漢人調という、 タモリが赤塚不二雄の葬儀で8分にわたる長寿を行ったが、この祭典にしていた、宝書氏は白紙であり、現代の肝心帳とも言われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。